ス、翔平なら、〇〇でもベストになれる。ドジャースの M、レッツ外野手が、敵地のブレイブス戦で、外野守備中にピンマイクをつけてプレイし、実況席と生トークを展開した。ESPN 局が中継する試合では恒例の企画。スクールボールを大谷がプレイしたら？と質問されると、よくわからないけど、翔平がプレイしたら、それ、スクールボール、でもベストになるだろうね、と話した。スクールボールは、小さいテニスコート型のコートで、大きな卓球ラケットのようなラケットで打ち合う競技。米国で人気が急上昇しており、レッツの自宅の庭にはそのコートがあるという。人々があなたも才能があると話しているように、あなたは翔平についてそう話している、と実況席から向けられると、レッツは、それがいかに彼が素晴らしいということなんだ。投球をしていないシーズンなのに。1ミリも知らない競技。質問がひどい。マジで知らなくてくさ。レッツがかわいそう。野球に集中させてあげて。南西魔球チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。